阪神岡田監督が実は最も期待する逸材。アレンパを目指して岡田監督率いる阪神タイガースはキャンプインしましたが、連日佐藤輝明や森下翔太にはレギュラーの確約はないとの檄が飛ぶ中で、野口恭介の快音連発だけにはさすがの岡田監督も頬を緩めています。昨週から野口に対してリストが使えていると高い評価を下していた岡田監督ですが、キャンプ後の打撃練習でも別格の姿を見せており、評論家からは外野のポジションの一つは埋まったのではとの声まで聞かれました。そこで今回の動画ではうなぎ登りになりつつある野口の評価を紹介し、今後期待される成長曲線についても触れていきます。ノイジーもうかうかしてられん、岡田監督の絶好調が止まらない。2年目のシーズンを初の一軍キャンプで迎えた野口恭介の背中には、昨週支配下契約を勝ち取った証である背番号97が刻まれていました。1月23日にキャンプに向けての荷物出しを行った野口は97と書かれたバッグを受け取り、もらった時ちょっと泣きそうになった、支配下とちゃんと実感できたというか、契約公開の時よりも嬉しかったかもしれないと率直な感想を口にします。こうして感激の中スタートしたキャンプでしたが、早速2日目には全体練習後に特打を行い、関係者の度肝を抜きました。右打席からフルスイングで柵越えを連発し、岡田監督が見守る中で5連発など次々と打球が外野フェンスを越えていったのです。岡田監督も打球も行方を見守りながら、また行ったでと口にするなど笑顔を見せ、推定130メートル弾が炸裂した瞬間には詰めかけた観客とともに驚きの表情を見せました。166スイングで26発の柵越えを記録した野口は手応え十分の顔で、いいポイントで打てて、レフト線への打球も切れなかった、まっすぐ綺麗な打球を打つことができましたと語ると、練習後に取材を受けた岡田監督も、そら魅力や、そらもう最初から持ってるやつっておるやんか、地肩のめっちゃ強いやつとかな、最初から速いボール投げるやつとかさ、そんな持って生まれたいうか天性のもんやろなそれはと絶賛。岡田監督は記者の前で野口のバットの軌道を真似る実演を加えながら、飛ぶというか運んでいるイメージが強いよな、なんというかな、運べるというかな、ボールをな、極端に言うたら金属打ちじゃないっていうことやな、大学からやからな、4年間は木のバットを打ってるからその辺はだいぶ違うかもわからんけどな、とアーティストの素質を感じ取ったことを明かしました。しかもこの日の岡田監督は野口の打撃を絶賛した上で、白紙と言われている両翼争いについて言及し、なかなかええ勝負できんちゃうとご満悦の表情。さらに、練習試合とかあるから、そらいい結果出たらポジション取れる可能性があるわけやんか、そういうやつが出てこんとチームが活性化しないよなと、野口をキャンプを活気づかせる起爆剤にするとしたのです。2022年育成ドラフト1位で阪神に入団した野口は、ロッテ藤原、中日ネオの大阪桐蔭コンビが甲子園で活躍する姿を見て、いつか自分もと牙を研ぎ続けてきました。入寮時には、気づけばダンベル持ってる感じ、常に鍛えたいというほど筋肉にこだわりを持つ野口は、入団から1年で純粋な筋肉量を7キロ以上増やし、鋼の肉体を手に入れることに成功。筋力が増し、出力が上がった昨年の夏には打撃を見失いそうになる場面もあったそうですが、秋に入ると本人曰く、徐々にピントが合ってきたというように、チーム内でも別格の打球を放つようになりました。実は昨年から和田二軍監督は野口のパワフルな打撃に注目しており、ファームの練習でも遠くに飛ばす力は別格でしたね、怪我があって戦列を離れていた時期もありましたが、そこからフォームを少し変えたのと体力がついてきたので一気に振りが変わった印象ですと語っています。昨年の野口は自主トレから鳴尾浜の関係者を驚かせる打撃を披露していましたが、2月の春季キャンプ中に
左太もも裏を肉離れし、アピールの場を失っていました。一度は完治し、2軍の開幕戦に間に合わせたい意向を口にしていましたが、4月上旬に再発し、またもや1ヶ月以上戦列を離れることを余儀なくされます。当初の青写真では、7月いっぱいが期限の支配下登録を勝ち取る予定でしたが、すぐに野口は、秋季練習で絶対にアピールすると目標を変更し、8月に入ると4本塁打、2度の猛打賞と打撃でアピール。一時は2軍の4番を任されるなど、首脳陣の信頼を勝ち取った野口は、天性の長距離砲の素質を見せつつ、3割を記録するなど、コンタクト力を見せつけました。入団当時の野口は、ややバットを立たせたようなフォームを採用していましたが、日本ハムの万波中正を参考にしたという脱力したフォームに、マイナーチェンジを行ってからは、さらに飛距離が伸びたといい、フルスイングしても突っかえる箇所がなく、バットのヘッドが走る感覚があります。バットをレベルに入れることを意識しているので、うまくいけば、思い切り引っ張った時も切れない打球が打てますと解説しています。野口は九州産業大で1年春からベンチ入りを果たし、2年の冬には日本代表候補合宿に参加し、4年の春にはベスト9を獲得していましたが、森下のように注目されるリーグでの活躍がなく、ドラフト上位候補ではありませんでしたが、強い信念はぶれませんでした。ドラフト前に進路について聞かれた野口は、プロ志望届を提出します。自分は常に挑戦する道を選んできました。ひたすら前に進んでいく。一つ目標を決めたら、そのターゲットだけを見て向かっていく。指名していただけるのであれば、育成ドラフトでもプロの世界に飛び込んでいきたいと思います。入ってから這い上がっていくのが自分の人生です。と言い切っており、阪神からの育成指名を受けた際には、チームメイトに、必ず1年で支配下になるから見ててくれ、と言い残していました。野口は見事に有言実行で、1年目に支配下を勝ち取りましたが、他球団のスコアラーは完成形について、遠くへ飛ばすだけでなく、コンタクト能力も高い。打率も残せる選手だと思います。完成形は中村典弘ですかね。力強さと柔らかさを兼ね備えた打者で、変化球にも対応できる。と分析。射手前打線の中核を担い、迷宮会入りも果たした中村とまで称された野口ですが、キャンプが第2クールに突入しても、あながち、その指摘も間違いではない打撃を見せ続けています。7連チャン、いやいや、パチンコやんけ。岡田監督が密かに温める野口の育成プランとは。2月7日に主砲の大山とランチ特打に臨んだ野口は、26本の柵越えを記録し、地元長崎から訪れた両親を安心させました。大山を上回る柵越えを記録したことについて野口は、練習でいくら打っても、試合で見せられたら一番嬉しいと、あくまで勝負は実践としましたが、この日も野口の猛打が炸裂したことを聞いた岡田監督は、はっきりとチャンスという言葉を口にしたのです。この日、2軍キャンプが行われている沖縄・うるま市串川球場を視察した岡田監督は、試合後に野口がランチ特打で7連発したことを聞き、ああ、今日な、野口ずっとええやんか。7連発やったん。7連ちゃんってあんま出へんのやろ？いやいや、パチンコやんけ。規制かかってあんま出へんのやんな。まあでも11月にな、あんだけ飛距離飛ばせるのは魅力やし言うて、それで支配下にしたわけやからな。その時点では2月のキャンプ、1軍呼ぼうと思ってたし。まあうまいことオフシーズンを過ごしてな。まあそやろな、あいつにしたら、そらな。育成で入ってな、1年で備えして支配下になって、チャンスはチャンスやし、そら伸び盛りというか、どのくらい伸びるかわからんよ、はっきり言うて。と語りました。紅白戦では、打席数を多めに立たせるエコひいきはさすがに行わないとしましたが、岡田監督が望んでいたように野口の評価に刺激を受けた井上康太と前川右京が練習でアーチを連発する化学反応も起きています。阪神のキャンプを視察し、
スタンドでアップを俯瞰しながら阪神のメンバー表を開いた。今季一軍に出られそうな選手に赤ペンで丸をつけていったら手が止まらなかったという谷繁元信は、野手陣について、さっきと同じ顔ぶれだが、レギュラー個々の成績を見ると、優勝したさっきがキャリアハイだったわけではない。一人一人がさっきを上回る可能性があるわけで、伸びしろに期待できると語った上で野口に言及しました。谷繁は野口の打球の角度に注目したといい、話題になっている野口はバットと打球の角度が2年目とは思えなかった。かなりレベルを意識したスイングから放たれた打球は綺麗なスピンがかかっているように見え、横にブレがないので変なドライブもかかりにくい。ホームランに注目が集まっていますが、僕の目には率を残せるスイングに見えましたとコメント。そして野口がレギュラーを勝ち取るにはこれからが勝負であると前置きし、おそらくこれから実戦で50打席くらいのチャンスをもらえると思います。その間に結果がついてくれば言うことありませんが、凡打でも内容のある打席を見せていれば一軍の経験を積ませたいと首脳陣も思うはずなので、同じ見逃し三振でも狙い球が違うとか説明できることが大切ですねと語りました。現役時代の岡田監督は新人の頃に監督を務めていたブレイザーからルーキーはすぐには起用しないとの考えを示され、結果を残しながらも起用されない悶々とした日々を送ったことがあります。こういった経験もあり、監督に就任してからはブレイザーを反面教師にして、力のある選手はキャリアや経験の有無に関わらず起用することを明言してきました。岡田監督は現役を含めて9人の監督のもとプレーし指導してきましたが、その中で最も影響を受けた監督に仰木彬の名前を挙げています。仰木監督は2軍で首位打者を獲得したイチローを最高のタイミングで1軍に抜擢しましたが、この手法に岡田監督はうなったといい、仰木さんはとにかく選手の旬を意識する監督やった。それは現役生活という長い目線とシーズンの調子という短い目線の2つ。毎日オーダーが変わる打線で優勝を果たしたけど、あれにも理由があって、毎日選手の動きを見ていないようで見ていたし、2軍との連携も細かく行ってた。1軍に上げたばかりの選手が活躍するのもその前から調子が上がっていることが頭に入っているからであって、その辺は全然マジックとかないよなと語りました。大木監督の言葉を借りれば、まさに野口がこのキャンプで見せている動きは旬と言えますが、具体的な起用を考えると岡田監督がこだわりを見せる6番打者としての活躍が見られるかもしれません。6番野口が実現すればアレンパに近づく。現実的に野口が起用されるのであれば外野ポジションを1つ奪うことになるはずですが、打順についても1番の近本から5番の佐藤までは大きな番狂わせがなければ不動といえ、今シーズンも木浪が恐怖の8番に収まれば6番に入る可能性が高いといえます。実は岡田監督は6番打者をテーマにしたテレビ番組で特別に解説を行うほどこだわりが強く、やっぱりクリーンアップを挟んだ打順というのは特に重要で、特に6番になると2点3点取った後に4点5点というビッグイニングというかね、そうなってくると勝負を決する打順かもわからないし、初回2アウト満塁、すごいプレッシャーになる。そこで点を取るのと0点で1回を終えるのとでは流れが大きく変わってくると、その重要性について語りました。そして現役時代に自分の後を打っていた佐野範義を理想の6番打者として、そこで6番打者の佐野さんのイメージはやっぱり勝負強さでしょ。ランナーが残った時にそこで返す役目をしていた。一番最初に勝利打点のタイトルを取ったのが佐野さんでしょ。やっぱり勝負強かったよねと付け加えます。この言葉から逆算すると、もし野口が6番に収まれば重要視されるのは勝負強さだといえ、実戦で岡田監督がチェックするのはホームランの数よりも打点になるかもしれません。いずれにしても
力のある選手は必ず使うと岡田監督は公言しているので、今後の起用法にさらなる注目が集まるはずです。今回は阪神岡田監督が実は最も期待する逸材について紹介しました。